山路はじめゆうから1932年8月19日は日本の教育者である。号は天っぱなし。弟に筑大千代、山路和義がいる。1902年から1913年まで滋賀県主犯学校長を、1913年から1923年まで愛媛県主犯学校長を務め、両県の市販教育に大きな足跡を残した。 教育功労により、1919年に国四頭水法章を受賞、1923年24位に除された。著書に、読書法、常識の研究などがある。安政五年10月17日、火六二百十国の伊予松山藩士、山地はじめ真と愛やの間の長男として、伊予国松山城下南堀橋に生まれる。名は新、北。弟に、 南満州鉄道理事や日本工業銀行副総裁を務めた筑大地位を大日本帝国海軍における航空の創始者と呼ばれた海軍中将山地和義がいる。父、一信は藩主の信任が厚く、後に藩の勘定奉行を務めたほか、松山藩が、蕎麦、伏見の戦い後に土佐藩の追悼を受けた際には無血会場を伝える使者となっている。 牧田は5歳になった頃から、近所の竹と萌育衛門の下で書を学び、源氏元年に6歳で藩校である、民教館に入学して、官学を収めた。維新後の明治3年、検証三時となった内藤祖校によって、民教館の学則が改められて普通科、算数科、要点科に分けられ、藩の選抜した生徒が学ぶこととなった時には、当時13歳であった。 牧田は、陽天家の生徒に最年少で選ばれた。この頃から、一優と呼ばれるようになる。一優は、慶応義塾から招かれた、稲垣銀次、秋山常太郎から、英語や数学、西洋史などを学んだが、明治5年の学生交付によって、陽天家は廃止となった。学生交付により、松山には小学校として、勝山学校が設けられ、一優は14歳にして、 教師の一人として採用され、その後大阪に出て、小学校の教師を務めた。しかし、自らの学問を続けたいと考えた一友は、明治8年に大阪英語学校に入学して1年2ヶ月学び、試験では優秀な成績を収めて、飛び級での進級を認められたが、維新後家計の苦しくなった山路家では学費を支えられず、志半ばで帰郷した。 帰郷後の明治10年に受け持ちの授業のない時には英語の授業に出席しても良いという条件で愛媛県立北予変則中学校の数学の教師として採用されたもののやはり学森への思いは立ち切れず教師としての給与と親戚からの借金で学費を区面して明治12年に東京市範学校中学市範学科に入学明治17年に主席で卒業した 明治十七年、東京市販学校を卒業した一優は、文部省御用係となり、各地に整備されつつあった小学校の教則を審査するとともに、市販学校で学んだ教授法を指導する仕事に当たった。明治十九年には二十九歳で、高知県市販学校の校長を兼ねたが、文部省市販学校、中学校高等女学校教員検定試験など、 を担当することとなり7ヶ月で呼び戻された。明治22年、愛媛県から分離されたばかりの香川県学部課長に転出。初代香川県人上師範学校長も兼ねて、同校建設に当たった。香川への不任前に、同郷の文部省の先輩である内藤祖皇の長女順と結婚している。明治23年には、 三時間の江木和之の下で小学校令の改正に当たった。明治25年からは兵庫県人上市販学校長に転じたが、一年余りで健康を害して休職している。復職後は、明治31年愛知県市販学校長、明治32年埼玉県市学館、明治33年福島県市学館を歴任、明治35年に滋賀県市販学校長となった。 滋賀県市藩学校長としての在任は12年に及び、その後大正2年に壊れて、郷里の愛媛県市藩学校長に転じ、大正12年に退官するまで10年間務めた。大正12年、66歳になっていた一優は、老齢劇務に耐えずとして、愛媛県市藩学校長を退いた。退職後の一優は、断じて、学校の姑足らずと宣言し、 教育に関して一切口出しをしなかった。松山市、持田町の自宅で、菊や四川乱などの草花や野菜を育成したり、天端なしとかして、鹿をたしなむなど悠々自適の日々を送り、昭和7年8月19日に死去した。去年75、松山市宿谷町の常信寺に葬られた。一優は、知識注入主義の教育では模倣するだけの二級品は、 できても想像力のある一級品の人物は育たないと考え知識を生み出す人間の養成を目指して得意くだ一主義を掲げた特に将来教育者となる市販学校の生徒の人格形成を重視し自らは校長として全校生徒に日記を書かせて全て目を通し個別指導に当たり教員に対しても常に全力投球を求め生徒に対しては 小学校教育は、人のために四国のためにするものであり、誠実真面目も手番事を一貫すべし、公明正大にして、明暗表裏あるべからず、周到にして粗略なるべからず、臨床にして武将なるべからずと訓示した。香川県学部課長県人情支配学校長として、同校の設立に当たった際には、生徒に対して、教育者は真摯でなければならぬから、 諸君を紳士として待遇すると述べて、同行の自治的な交風を受立したとされる。愛媛県市販学校長として赴任した際の新認識でも、学校はすべて生徒のものなり、教師もその他すべて生徒あってのものなり、諸君は堂々とカッポせよと述べ、感動した生徒が、食堂前の黒板に、ご人は頼むべき校長を得たり対処したというエピソードが残されている。 一優は市販学校は県内における教育の本山と考え、教育研究会の開催に熱心で一優自ら発表することもあった。付属小学校にも足しげく通い、生徒の教育実習の様子を見て回った。一優は農産漁村の多い愛媛県の学校教育のモデルとしては松山市内の付属小学校だけでは不十分と考え、対象9年に 温泉郡淀村の淀尋常高等小学校を大洋付属小学校に指定して農村教育の研究実習を行った。対象デモクラシーの主張に対しては、不説に、冥府な彼と批判的であったとされる。ただし、対象デモクラシーの影響を受けて教育界に広がっていた自由教育運動に対しては、自由教育はある点においては欠点も洗うが、 この際教師が大いに働いて、方法の遺憾によっては、意外なる効果を収め得られるものであるということを世に、知らせどいものであると述べ、一定の理解を示した。一優は、校長時代、背筋を伸ばしステッキを手に校内を颯爽そうとカッポした。人と談笑すれば、過去対象するなど合法快活な性格で生徒から、シフト呼ばれるなど警護を集めた。 生涯を市販教育に捧げ全国市販、学校長会の会長も務めた一優は、日本の中等教育会の巨頭として、全国の市販学校長の中でも右に出る者はいないと、自他共に認じていた。その監督は、県知事に比しても遜色なく、権力に屈しない規模である、大校長として、教職員や生徒の誇りであったが、自らの教育方針をガとして変えない姿勢を、 避難する者もおり、大正11年12月の愛媛県会では一優の辞職を求める声が上がった。これを知った教職員に野生と卒業生などは集会を開き、我々、山地はじめ有う校長を絶対に信任するものなりと決議したため、公鉄要求は人生化した。10年以上校長として勤務した滋賀県市範学校や愛媛県市範学校では、 多くの生徒から父のように敬護され、一優の教育理念は、両校の伝統として、また、両県の教育界の指針として、長く残った。一優の没後、滋賀県市範学校を離任後すでに20年以上が経っていたのにもかかわらず、昭和9年に、同校同窓会によって校庭に教像が建立され、昭和16年には、門下生168名によって追憶集、恩師、 山地はじめゆう先生が出版されている。愛媛でも昭和12年11月に愛媛県師範学校同窓会が同校の校庭に記念碑指導産業の日を混流。昭和48年2月には愛媛県教育会によって愛媛文教会館の玄関前に指導産業の日の複製が設置され、昭和51年には移行集、天保集。 山地はじめゆう先生以降マイナスが出版されている。指導作業の日には、人の死ルる母スクゲ武たけしに、して肝心たしきに、して豊かなるべし、で始まる秘文が彫られているが、これは一優の教えをよく表しているとされている。このほか昭和50年には、温泉郡茂野部長樋口に下碑が混流されている。教育界での長年の功績により、大正8年、 君四刀髄法章を受章。大正十二年には十四位に助されている。ありがとうございます。